前回バテリアラの企画で渋谷にあるあらゆる匂いで米を食うことになった俺はド S の AJ さんの性奴隷となり、絶対的な命令に服従しながら米を食べ続けたのであった。前回を見ていない人は右上のびっくりマークを今すぐクリック。それでは後編スタート。俺ふざけてないから。よぼせよー。はいっす。ご飯のご飯のすすがかん、おかわり、おかわり。匂いが消えたり出てきたりで、時々香水みたいな匂いがしてきたりするの。一口。いやいや、まあ、今する、今する。すごい、すごい。今する、今する。今だ、今、今、今。今、今、今、今。すごい、する。うん。あ、する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 。する、する、する、する。うん。そば、そばで。そば、そば、そば入りました。あー、なるほどね。想像して。想像力が大事。かき揚げ入ってます。めんつゆに使ったかき揚げも。かき揚げとご飯食べてる。かき揚げでご飯を食べてる。天丼的な。あ、天丼、天丼かも。あ、天丼じゃん。天丼じゃん。天丼でしたよ。天丼ですね。そう、天丼になってきた。いや、探し方。やば。本気だ。なんだ、巨乳お姉さんの谷間の匂い嗅ぎながら米食う。とかの方がいい、とかの方がいいっていうか、まあとかがいい、がしたい、抱きやりたい。どうね、どうどうとはブルマだ、ブルマ、ブルマ。俺、あんまりブルマ興味ないですよ。あ、すいません、そうなんだ。ごめんな、俺の性癖が普通で。俺の服が米食べしてた。ノースマンシーキャノン。空になってないね。空になってないね。空になってない。じゃあ最後 AJ さんを見ながら食べます。 AJ さんを置かずにご飯を。今日一ご飯進んでるんだな。まだあるよ。パッカーじゃないわ。パッカーじゃないわ。勘弁してください。韓国だ。美味しかった。こんなに美味しいご飯食べれるなんて、白米だけで美味しい。美味しい。